始まりました、オーブチャンネル。はい、お願いします。じゃあまだいける、この年で学生服。制服まだいけんの。あいつカッコつけちゃったからもうこれもしない。確かに。いや、しないでしょ。もうずっとこう。いや、しないでしょ。まあ、今回絶対違うの。忘れてるから、違う。なんで制服なのかってことなんですけど、うん、まあ、今回2月ということで、うん、スタディーマウスです。なぜ2月と言えばそこの関連性は言わないけど、3月だったら分かるよ。卒業、受験シーズン。ただちょっと早めのスタディーマウスってことだよね。まあでも予習な、うん、予習ね。まあじゃあやっていきます。はい、じゃあ何をやるかって言いますけども、言いますけども、1時間目が社会です。はい、わ、もうちゃんと勉強なんや。ちゃんと勉強です、スタディーマウスだから。社会か。社会です。まあでもスタディ勉強するんでしょ。勉強する。まあ、こう見えて僕は頭いいですから。見えないけどね。やっぱりオーブで頭いいの誰なんだろうね。いや、頭いいとかある。俺らはなさそう。まあでも今回のこの今月でちょっと判明するんじゃない。いや、違う。まあ、確かに俺なのよ。もあ、そうなの。分かってる。もういつも漢字間違えてる。国語どけだよ。でも今日社会やから、まあ、今日社会だからまだいけるかもしれない。そう、俺高校の偏差値、うん、高校の俺が通ってた高校の偏差値、うん、60ですから。え、もう先進校や。すごっ。え、やば。先進校、先進校。いや、もうダメやん。もうダメやん。え、あ、やるよ、もう。先進校ってなんだ。もう大丈夫です。進学校って。進学校でしょ。進学校だよな。じゃあ、鼻かくなよ。はい。カットできねえな。こいつさ、人のことをさ。もうみんなバカばっかよ。直近じゃねえ。久しぶりですね。誰ですか。はい、皆さん、ヒューブです。お久しぶりです。去年ぶり、明けおめですね。ライブぶりだね。明けおめですね。明けおめです。今日、ちょっとご無沙汰してましたけども、スタディーマウスということでですね、どうも進行が必要だということで、急遽抜擢いただきまして、本日進行させていただきます、ヒューブです。よろしくお願いします。ありがとうございます。先生ですか。先生、もうバキバキ予習してきたから。やばい、やばい。VV 回してくよ。うわー、怖い。早速ね、皆さんね、まあ、勉強の方はさっきオープニングで本田君が自信あるって言ってましたけどもね。まあ、そうです。皆さん確かに大丈夫ですか。他のメンバーどうですか。意気込み、浦野君意気込みありますか。いや、俺は自信はないですよ。でも高校の時はよく言うよな、なんか学校で、うん、高校の時は学年でも頭のすごいいい方だったんで、まあ、でも偏差値60とかの高校じゃないのよ。60の高校の頭いいじゃないでしょ。じゃないのよ。ちょっと低めの高校で、まあ、まあ1位、2位ぐらい取ってたからでしょ。それどこの学校か言っていい。言うか。本田くんは。俺は偏差値60の下から2番目です。え、バカやないか。一緒ぐらいだよ。じゃあ俺と。じゃあ同じぐらいやな。まあ、勝つのにはもう大丈夫。まあ、見ての通りです。天才です。おバカです。わかりました。じゃあですね、早速1時間目社会ということですけども、はい、ちなみに社会って佐野さん、どんなイメージがありますか。こう授業で言うと。いや、寝てましたね。ほら、バカだ。バカじゃねえか。そうね、まあでも社会は記憶、なんか暗記問題みたいな。そうね、結構その暗記勝負みたいなとこあったから、うん、そう、だからもうテスト終わったら抜けちゃってるかもしんないよね。一夜漬け感あったんで、僕は。はい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 。社会ってだから、社会なんて、そしたら小学校、覚えてる、小学校とかのレベルでしょ。まあ僕は頭良かった。産業廃棄物とかってこと。ああ。まあ、じゃあさっきの挽回をしようと必死ですけども。まあでもなんすかね、まあ基礎みたいなことっすよね、うん、だからいけんじゃないですか。そうですね、世界の情勢とか地球規模のこととか、まあそういったことを、やっていくのが社会という授業です。また歴史はちょっとまた別の、今日は触れませんが、また別の機会にやるからな。小野の妹子って男なのよ。え、知ってんじゃない。俺もへーだ。マジか。それではね、早速皆さん雑学だよ。1問目、まずそもそも皆さん、世界の人口が現在何人か知っていますか。俺分かります。待って、1個、俺らよりは多い。多い。いや、多いだろう。少人数グルなんだから。多いか。俺たちは。はい、第1問は、現在の世界の人口が何人か。い
や、こんぐらいだろうっていうのは分かるよ。俺もなんか大体分かります。2022年11月、世界人口白書より、出ている、数字になります。何年でも分かんねえわ。もう俺多分当たりますよ。はい、もうごめんなさい、本当に。こんぐらいでしょ。これは別に簡単じゃない。え、マジで。いや、俺もこんぐらいだと思ってる。もうこんなん分かる。でもえ、こんなん分かるよね。いや、俺思い出せないわ。じゃあ、ね、長谷君書けましたか。はい、書けました。それでは、回答の方、よーい、よーい、じゃん、はい、ガーン、13。そんな多いの。よっしゃ、近いよ。本当だ。いや、別に俺がって。そんな多いの。ごめんなさい、ごめんなさい、中川君は何人。いや、そんなにいねえだろ。35億。35億。え、それ引っ張られてない、ブルゾンさんに。え、ブルゾンさんの答えじゃない。あ、確かに。俺それやと思ったよ。そうじゃないですか。あ、そうだ。本田君と中川君が32億、36億。僕35です。あ、35億。はいはいはい。で、35億、佐野くんが80億。はい、いねえだろ。酸素足んねえだろ。分かるだろ、そのぐらい。いや、だからそう、じゃあ火星とかも入れていいんでしょ。だからダメだろ。あ、宇宙人も世界、宇宙人も入れてんの。だとしたら少ないやない。え、そしたら俺めっちゃ少なくない。多分ね。じゃあ答えが出揃ったところで皆さん答えを見ていきましょう。来い。言うは確かに35億。言いますよ。来い。ちょっと待って、お前知ってた。そういうことや。お前知ってただろ。やっぱそういうことなんだよ。お前適当に書いた。適当だよ。お前すごくね。いつこんなん知るんだよ。待って、え、そんな意味。え、じゃあ一つ質問やけど、ブルゾンさん何の数字を言うてるの。確かに。日本じゃない。日本異性の数です、ブルゾンさんは。ああ、確かにそうやな、ブルゾンさん。いや、言ってるやん、あれ。男何人いると思ってる。だ、言ってる。お前そうやわ。だから、それの倍ぐらいの感じで書いたんです。確かに70ぐらいになって、で、まあプラス10ぐらい足して四捨五入してみたいな。やばいな。あと、裏の惜しいみたいな反応してるけど、お前はロンガイだ。俺と勝つの反応してるから。別にいいでしょうよ、一緒だから。ただ、1問目なんで。あ、そうです。待って待って、これウォーミングアップ問題なんで。え、これ恥ずかしい。え、フミヤすげえ。やばいね。やばいな。しかも全くぴったり当てんのすごいな。テンションあるわ。じゃあ、続けて問題に行きます。むずいぞ、これ結構普通に。世界で最も人口の多い国とその人数を答えます。いや、待って、どこだっけ。それはなんか、それはさ、もう分かりきったことじゃない。それは分かりきってんじゃん。それはもう分かりきったことでしょ。一番多い国ですね。俺言っとくけど、まだ2問目だからふざけないっすよ。はい、じゃあ回答を皆さん書いててください。そう思ったらこの国って多いな。俺恥ずかしい、なんかフミヤにいるかとか言っちゃったの。え、俺もう酸素なくなるだろとか。恥ずかしいわ。俺なんか恥ずかしくなってきたわ今。じゃあ俺もう酸素ねえやん、じわじわ今。うわ、これ分かんねえ。この国多いな。でも、じゃあもう分かんないから、うん、俺はその人口の数字を知ってる国で書いた。これはもういけるわ。いいっすか。せーの、じゃん。なんかずっとニアピンなんだよ。あ、でも俺か13億って書いてるから。でもね、俺やっぱ13億はなんか俺ずっと頭にあんのよ。か13億って書いてる。まあ俺も13、14、まあ、ここら辺、え、俺は13億、俺も13億。え、じゃあ俺これ10億に戻して。俺も13億。え、それ何。え、それ何。7か10。710じゃなくて710億人は超えとるやないかい。中国だけで10に戻そうかな。あ、いいんじゃない。じゃあ10に戻すのありでいいですか。じゃあ皆さん答え、モニターの方見てください。どん。うわ、え、ちょっと、はい、ちょっとこいつ勘認してるわ。14億はだ、知ってたもん。だ、俺数字は知ってたもん。え、低レベルですごいよ、こんなん。でも分かんない、その13億人だった時代があったかも。いや、だから多分俺とシュータが子供、学生だった頃、学生の時は13億人とかだったんじゃない。増えすぎじゃない。1億増えたと俺が知ってるから。でもそう、俺も13億だった。多分、え、でも俺はなんか直近つうか、多分その学生以降でなんかで見てるわ。すげえな。ちなみに中国が1位、14億ですが、日本は皆さん何位か知ってますか。30位ぐらいじゃないですか。30位。いや、もっと少ないんちゃう、島国やから。もっと下かな。でもなんか人口密度高そう。270位。いや、全部で何位が。365カ国やろ。そう、浦野くんどう思いますか。いや、もうちょっとね。10位。10位。多いね。はいはいはい。
ウラブほぼ正解で、うんうん、日本は世界人口11位。はい、そんな多い。こちらです。トップ10目指そうぜ、じゃあみんな。うまいね。え、インド。あと1000人生まれたらもう上やん。え、じゃあ一応2023年にあのインドが中国を抜くという、確かに抜きそう。1位になると現在言われている。なんかさ、インドすごい、ね、なんかもうちょい分けてほしいよな、中国とかインドが。持ちすぎじゃない人口。危ねえ、俺アメリカと中国で悩んでたわ。アメリカは3億だぜ。でもそう思ったら、そう思ったらさ、日本の国土に対してさ、いや見合ってないよ。な、世界の人口知ったと思いますが、皆さんそれでは世界には何個国があると思いますか？今言ってなかった、ちょっとじゃん。今言ったじゃん。これが次の問題です。え、俺答えじゃないんじゃない？じゃあ俺の、え、俺ちょっと数えていくわ。無理やろ。なんでそっち入ってて、人口入っててんだよ。こんなんでも習ったことなくない？習ったことないよ。ないな。あ、でも絶対に小学生かなんかで絶対に多分教科書に書いてあるよ。でもなんかリズムでなんとなく世界各国みたいな、なんかリズムあったよ。なんか買っちゃう、なんて言ったのさっき。合ってるか知らんで、365やけど、これ1年や。1年やな。俺も思ったのよ。はい、まあでも分かんない、その間に俺が建国しちゃったからちょっとなじゃあその増えてる可能性はいい。え、じゃあ増やすよ俺。あるけど。え、じゃあもうちょい増やすよ、フミヤが。ちなみに俺は4カ国4カ国からプラス4カ国。お前4カ国の王。めちゃくちゃ4カ国の国の王。はい、1度くらいはだって外れててもいいんだから。まあ確かに最後4でいいんだから。せーの、じゃん。700は分かりすぎやろ。うわちょっと、あ、114カ国にしちゃった。でもこのリズムよな、なんか184カ国みたいな感じやんな。世界110カ国じゃない？世界700カ国じゃない？世界なんかいいわ。やばすぎる。うわ、はい、でも180っぽいな、マジで。世界180カ国みたいな、なんかなっぽいよな。はい、じゃあ答えは、こちらです。あー、196か。え、すごっ。あ、聞いたことあるな、190。世界100、あ、196。え、でも、世界196、あんまもうないな。195カ国。いや、じゃあリズムはあるよ。あるある。世界196カ国。じゃあこれは、かお前、フミヤの作った4個のうち1つもう承認されてないんじゃん、これ。そう、多分そう。多分、1個そう。1個そうだよな。これは中川君、佐野君、正解になります。やったー。いや、ありがとうございます。そうか、一番近い人だもんね。俺は正解です。やば、一番外れてるよ。だからホンダが認めてる。俺はこれホンダが認めてる国の数って分かる。日本相当認めてないことになるよ。そしたら日本言ったけど、もうちょっと500カ国認めてない。あのね、視野を広くした方がいいよ。凝り固まってる日本は。もう世界は700カ国ぐらい。現在ホンダが承認している。そうそうそう、700カ国。まあ国といえばね、わかりやすいのが国旗があるかと思いますけども、これさ、むずいって。あのさ、分かってるから繋がんのに、分かんねえのに繋がってるから分かんねえんだよ。そう、分かんねえのどんどん繋がってきてる。分かんねえのに繋がって分かんねえんだよ。から、あと皆さん、今の流れでこの国旗はどこでしょうみたいなことをね、普通に来るのかなと予想したかと思いますが、はい、まあそんな普通にやってもちょっとあんま面白くないので、次の問題はこちら。これはワールドカップで何回も見たよね。そう、それはそうでしょう。っていう、はいはい、まあフランス国旗、皆さんね、よく見る、まあ、あのワールドカップ見てたと思うんで、うん、決勝まで行った国旗なんでね、うん、すごく覚えてるかと思いますが、はい、はい、じゃあ次の問題はこちら。ほら、なんで知ってんのよ、雑学やもう。何を意味してるか。じゃあトリコロールで知られるこの有名な国旗ですが、じゃあ知ってんじゃない？全く。佐野くんの面から青は自由、本田くんの面から赤は友愛を表していますが、では真ん中の白は何を表しているでしょうかという問題です。え、謎謎じゃないですよね、これ。なんで自由？ちゃんと公式に発表している言葉。書いてみようかな。自由は自由だけ知ってた。逆に俺も友愛は知ってたのよ。お前なんで UI 知ってんの？一番むずいじゃん、多分こんな感じ。白なんや、こういうことでしょ。分かんないよ、2文字かどうか。違う違う違う、つなげたらとかじゃないよ。違う違うだろ。そうだ、クロスワードみたいになってる。そうだから GUUI。 え、すごい、 GUUI でしょ、うん、GUUI。 じゃあもう中ない方がいいやん。それでくね、だってそれこっち漢字文化ないんだから、そのこれで多分考えてない。お前だ、その日本だけやで、それで君。じゃあやめよう。白なんや。
じゃあ俺からいきます、はい、なんか俺はこれやったか定かじゃないけど俺もこれを意味するなんかの国旗にこういう意味が入ってんのは覚えてる、うん、土地土地渋ありそう。いやでも分かんない。なんか雑学すごいから分かんない。ボケたのかマジなのか分かんないんだよ。俺も分かんない。ってことは外れやん。僕はありそうぽいわ。てかカタカナどこ行った。あ、カタカナだとしたでも滑ってたんでやりましたあの自分でやりすぎだよ。これはもう自分で滑ったと思ったから。じゃあフミヤ、俺はもうマジで多分ありきたり。平和。あーありそう。いやちょっと待って、自由平和愛でしょ。あーありそう。俺ははい、あーなるほどね。誠実さみたいな後ろが。でもさ、あの本気で行けば行くほど間違った時恥ずかしい。だからみんな分かったボケてるから本物。で本気なんだって。本気だよ。じゃあ皆さん答えを見ていきましょうか、はい、だって白い鳩って平和の象徴っていう。ほんまや。じゃあ正解はこちらです。白い土地、白い土地、平等。平等あるな。平等か。忘れてた、それあるわ。でも一番近いっすよ、平等イコール近い平和、ね、まあ、っていう字入ってくからな、うん、まあでもそうです、確かにそこか。白、そっか。平らっていう字入ってたら1点でいいじゃん。 あ、あ、土地を平等に配るみたいな。そうそう、でもこれ見てほら、もうこうしたら平等の平等だから。もうこれ本当だ、本当だ、すげえ。もう平等の平等本当だ。いやいや、うん、なんか野球のグラウンド整備するやつみたいな。トンボな。これどうなるんですか、点数は。これは正解じゃなしです。なしなんだ。オランダとかもあるのかな。はい、漢字2文字だったんで、ちょっと厳しいく。うわ、俺三角も無理か。はい、まあ、今ね、国旗の意味をね、ちょっとこう当てる。繋がってる、繋がってるな、もしかして、はい、そういうクイズにしましたが、何の答えなんないか、はい、ただね、なんか国旗でこの国どこだろうとか国旗でこの意味なんだろうって、まああるあるだなと思ってまして、はい、今回やっぱね、オーグの皆さんアーティストなので歌で国を当てていただきたいと思います。歌で国を当て、国家ってこと。国家、はい、国家です。ちょっと待って、渋いで問題がいつずっと。ただですね、マジで分かんねえよ。これ音だけ聞いてもね、なかなか難しいところで、歌詞を一部日本語に訳しています。そちらも出るので、その歌詞と合わせて、この国がどこなのか、皆さん当ててもらえればと。ジャパニーズバージョンで。ジャパニーズバージョン。ちなみに歌詞はこちらです。おう、見えるだろうか、夜明けの薄明かりの中、我々は誇り高く、声高だか。え、おっと、おー、なんか、なんだっけ。なんだこれ。え、これもあれでしょ。あ、もうあれじゃん。もうあれでしょ。な、なに。え、もうわかるでしょ。え、はい、じゃあ皆さん、それぞれ回答を書いてください。でもこんな有名なあれある、歌。いやでもさ、歌詞はさ、もうさ、歌詞はもうさ、あれじゃない、で、自由の地とかでしょ。簡単じゃない、こんなん。そう、 あ、はい、あえてそこ来んのかなみたいな。そうそう、俺も確かにね。せーの、じゃん。おお、さすがにな。じゃない、だって星の旗と自由で、自由の女神いるやん。星条旗はさすがに、うん、はいはいはい。じゃあ答えを見てみましょう。おー、よっしゃー。なんやこれ、脳幹やないかい。危なー。脳幹や。いや、ウォーミングアップのつもりで、こういう感じでやりますよっていうつもりで。ウォーミングアップ長ない。でもアメリカの国歌って本当誰もが聞いたことあるんだね、そしたら。確かにね。映画とかでよく使う、うん、まあそうね。はい、それではじゃあ第2問、国歌の、問題、第2問です。いきます。は？何も書いてるかね？スーパー国語って書いてあるね、これ。そうだね。
誓ってるもんね。いきます、はい、でもウィルヘルム・ヴァン・ナッソーはなんかこれヒントなんじゃない？分からへんけど。いや分かるそれ。いや分からんけど。はい、お願いして。あ、ちなみにこの〇〇の中には国名が入るので〇〇になってます。せーの、じゃん。オランダだ。オラニエコーに引っ張られた。俺もオランダのオラニエコーかと思った。でもなんかもう何も分からへんから。あ、でもみんななんかマジ分かんないけど、オランダ2人いるってことはオランダなんだ。みんなヨーロッパだね。ヨーロッパ系やな。みんなヨーロッパ系。逆にスペイン行く人いなかったんだね。まあそうだね。怖いよな。そんな無謀なあれはね。なんで中川君はイタリアだと思ったんですか？あ、もう分かんないですよ。分かんないからなんか広げることもできない。本田君はあるんじゃない？本田君は、はい、なんでイギリスにしたか。あ、4文字で一番最初に思いついた。バカだな理由が。じゃあオランダは何なの？オラニエコです。オラニエコ。バカやな。オラだけじゃん。でもなんかありえそう。ありえそうよな。なんかありそうじゃない？オランダありえそう。それでは正解見てみましょう。こちらです。ドン。おい待って、お前正解率高すぎ。すごい。え、なんかでも、え、オラニエコーもあったけど、オラニエコーもあったけど、え、あれじゃなかったでしたっけ、植民地だったんじゃなかったでしたっけ。そう、オランダですよ。この歌詞を書いた人が、うん、そのしかもスペインの人 で、はい、ですよね、植民地時代にスペインを変わった人が書いた。ただスペイン国王にも忠誠を誓う。じゃあ続いての国家、いきましょう。こちらです。ダンスブレイクあるやん途中。待って、はいはい、知ってんの？ドナウ川どこにあるのか分からんわ。ドナウ川すごいぞ。ドナウ川で行ったら分かんない。トラキアかもしれない。そのおい、トラキアに降り注ぐ。もしかピリン、いや、ピリンの山、もしくは出身かもしれない。これ、え、俺はトドロク。トドロクの木。すごいな、ここピリンの山々とか分かんない。待って、めちゃめちゃディズニーのに使われてるそうな音楽だ。テルマエロマエっぽくないですか？これはいけたらすごすぎないか。テルマエロマエみたいじゃない？確かに。はい、あの砂漠の国ってなんすか？エジプト。あー、でもあれでエジプトってすぐ言うってことはそうだ。それはないな。ヒント引き出してるね。なんかあれが国だったのか、その地域のその地方の名前なのかで、もう今ちょっと待って。どれだ？人生で多分みんな一度は口にしたことがある。人生で？待って、絶対違えわ。じゃあそんな、じゃあそんなに有名じゃないってことですか？行ったことは多分ないと思う。あ、じゃあ絶対違えわ。 でも日本は結構馴染みがある国。でもドナウ川はだいぶヒントない。聞いたことあるもん。せーの、じゃん。ペリアって何？ペリアって何？ペリンに引っ張られて。ペリア引っ張られた。あ、これ見て、ドナウに引っ張られてた。でも俺も初めドイツって書いてたよ。あ、本当？で、トルコ。あ、トルコ。アルプス。アルプスもめっちゃ思った、うん、でもアルプスが俺国名なのか地域名なのかが確かにあんまりわかんない。アルプスは地域名じゃない？ハイジ国じゃないから。アルプスがある国が、アルプス山脈がある国がどこなのかわかんない。でもトリコっぽ。トリコ？トリコ？あ、そう。トリコロールに引っ張るな。でもアルプスがある国で当たってもすごいな。じゃあ、正解見てみましょう、はい、こちらです。あー、ブルガリア。ヨーグルトだ。ちなみにアルプスです、ブルガリアは。そのアルプス山脈に属してる、まあ、スイスとかブルガリアのアルプス。でもだって日本人に馴染みあってあんま言わないでメジャーじゃないでしょ。いやいや、それでそこ俺その前にバチカン四国、俺バチカン、俺バチカン四国来るよ。だってアルプスの少女ハイジだよ。いや、そうや、いや分かるけど、そこも真っさらだよ。来ないでしょそこに。ここいや来るだろ。そこ直結で来る。
じゃあですね、ちょっとトリッキーな問題やったんで、はい、すごくオーソドックスな問題。そう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 いうのちょうだい。こういうのがないと俺の偏差値60行かせられないから。マジで。じゃあもう俺の前振りなしで。学校で何？どんどん出します。次の問題こちら。学校で国家のリスニングないの？え？え？なんでこれさ、1個さ、そう、何この右上。だから多分海で離れてるとかじゃない。欠けてるじゃん。欠けてるやんか。いやマジで、でも正直言うけど分かんねえこれ。でもこの感じだと日本海側の可能性もあるんじゃない。いや分かんない、内陸だったらさ。そう、内陸だったらどっか離れてて。でも太平洋側絶対ないじゃん。分かる、その右上に島があるんだから。だっていや分かんないよ。分かんないよ分かんないのこれって。右上に島いいですね、浦野さん。ね、島ありますね。小豆島ですか、はい、島、何の島でしょうね。俺多分結構ワンチャンいけるかもしれないじゃあまずは、一斉にドンで出してみましょう。はい、せーの、じゃん。鳥取。いや、四国めっちゃ思った。あー、広島。愛媛。鳥取。愛媛って愛媛県だっけ。うん、愛媛ってあれやんない、九州って。あ、違う違う違う、四国でしょ。四国です。俺も四国、香川。俺も四国はめっちゃ四国ら辺な感じするよ。で、あれ淡路島かなと思ったよ、右上あのほくろみたいな。そう、でも形違うな。ヒント出んのが遅い。香川じゃん、これ香川。絶対香川だ。もう正解者がいたの。あ、そうだ、もう香川だでしょ。大ヒントがそうじゃん。正解はよいしょい。え、これ淡路島ですか。香川のえ、淡路島あんな形。あ、香川の県庁所在地でしょ。あ、遅い。え、惜しい。愛媛はどうしたの。惜しい。ブラボーじゃないのよ。愛媛は愛媛県でしょ。愛媛県か。うん、惜しい。あ、え、あ、香川と長友じゃない。古いか。誰か触ったの。違う違う違う。俺言ったよ、ブラボーじゃないのよって。こういうの出してほしいのよ、その。あ、なるほどね。こういうの出してほしい。次、最終問題です。いやいや、確かにシュータは日本のサイズだわ。俺はもう世界の。まあ確かに。あと俺は700国見てるから。俺宇宙。俺は700国見てるから。確かに。よかったら日本来てな。こういうの俺日本地図貼ったんだから。うん、よかったな。え、これ答えたらボーナス点とかある。そしたら2点。え、2だったら俺が負ける可能性あるとどうですか。ないよ。ないよ。1位には俺ら踊れてる。並べるってこと。並べる人がいるよってこと。そういうことか。俺か。はい。俺かな。じゃあ行きますよ、次の最終問題でーす。はい、こちらドン。わかんな。わ、ちょっと待って。うわ、見たことある。どっちだっけ。二択、今二択。俺なんかわかんないけど、これ俺答えなきゃいけない気がしてるわ。これってこの、これってこの向きっすよね。この向きです。え、どっちにしよう。これなんか二分の一な気するわ、俺。うわ、どっちだ。こっちにする。うわー、違う気がする。悔しい、もう悔しい。うわー、うわー、もうわかんねえから、もうこのまま行こう。あ、お父さんお母さんごめんなさい。せーの、じゃん。岩手。秋田。待って、本田君、俺宮城も秋田も違うでしょ。いや、上よ、全部上よ。あ、本当だ、東北。うわ、岩、そうだよね。俺も岩手と宮城。俺九州、俺も岩手と宮城に迷った。九州じゃないでしょこれ。もう青森の下らへんでしょ、これ。宮城か。でも右側に島んだよ、あれ。島じゃないよ。ないよ。え、あの、ぐざ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 ってなってるやつ。あれ、繋がってるよ。リアス式海岸です。リアス式海岸。ああ、そう、はい。もう俺も岩手と宮城だったけど。岩手っぽいな。なんか言ってる。はい、ね、盛岡。盛岡。あ、お、お、お。しゃ。そうだ。盛岡だよね。そうだよ。リアス式海岸だから。大谷はそうです。いやね。うん、正解は、俺日本得意。おお、本田くん、本田くん、東北っすよ。いや、だから言ってんのよ。違う。岩手行ったことあるよ、だって。ないでしょ。ないっす。俺はあるよ。じゃあ正解してよ。じゃあ会えよ。ああ、盛岡冷麺ね。ああ、俺これ多分俺もう東北に帰れない。もう。はい、ということで、社会科の授業はこれで、終了となります。思ったよりおもろかったわ。ちなみに結果発表すると、今日一番正解が多かったのは佐野くんで5点。ありがとうございます。はい、で、一応最後の問題で佐野くんに追いつきました浦野くん5点。え、シュータくん。はい、で、長野くんも最終問題に2点取ったので4点。4点か。はい。
で、初めにあの全問正解すると意気込んでいた本田くんですが1点。一番おバカ。一番おバカ。ちょっと待って。ちゃんと振ってるやん。あの俺スポーツ推薦だから受験したことなかったっすわ。落ちまでちゃんとあった。それ言いたかっただけだろ。落ちまでちゃんとあった。あのした。なんか大丈夫です皆さん。それ僕もなんで。した。本田くん考えるときからなんかボケてんだもんだってずっと。どういうこと？振りに使われた感じあるな。はい、あざした。はい、ということで、本日スタジマンス1ゲーム社会科の授業はこれで終了です。とりあえず、社会科、これにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2時間目の今日は、English! 英語っておしゃれだね、一番大事です。What do you do?In your spare time. Spare time.